それでは出発します。昔の乗り物のメーター類が暗いっていう象徴だと思いますけどね。やっぱ普通の電球ではなくて LED が出始めてからやっぱり圧倒的というか画期的に明るくなりましたね。マフラー付近からの金属音、ぶつかり音っていうのはもう完全になくなりました。今まだエンジンかけてしばらく時間が経ってないのでオートチョークが効いてて、アイドリングも2000回転ぐらいになってますけど、これオートチョークって本当オートチョークって気候というかそのどういう風になってるのか全然わかんないんですけど、本当にしばらくすると回転は落ちてくるんですが、ちょっとポツポツと雨が降ってきましたね。これ予報通りなんです。この信号は短い。昨日かな、夜この車を大阪から運んでくる時の動画を見たんですけど、いやー、その時は直感だったんで本当にうるさいですね。音質としてはいいと思うんですけど、なんかこうデロ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 みたいな感じで、まるで V8 とか V8 のアメ車みたいな音が出るシーンっていうのがあるんですけど、でも音量は大きかったですね。あれはすごかった。こんだけ並んでると1回じゃいけないですよね。私は交差点信号待ちするときにヘッドライトを消します。皆さんはどうしてるでしょうか。今消すように教習所でも多分習わないんでしょうね。消さない人がとても多いので、あとオートライトスイッチとかだとセンサーが暗さを感知してるとそれでもう消さないと思いますし、ただやっぱり危ないですよね。幻惑されちゃうから、対向車線から見えないし、またまあ滅多にないとはいえ可能性はゼロではない、車のその信号待ちしている列から歩行者が出てくるとかそういうこともあると思うんですよ。だから本当はライト消した方がいいんですけどね。でもまあほとんど今は消さないですよね。私これ振り返ってみると30年近く前から、その時はもう私もだいぶ20代とか若かったですけど、技術顧問のおじさんとかがいてやっぱ言ってたんですよ、ライト消しますかみたいな。信号待ちの時ってライト消しますとか話題になってたんで、もうその頃から消さないっていうのが話題になってたんでしょうね。こうやって見てても、で未だに信号待ちで消す人もいますね、見てると。ただ消さない人がほとんどです。ヘッドライトって例えばパッシングして先に行っていいよっていう合図に使ったりとか、いろいろな役割をするんで、ただ単にこうつけっぱなしにされちゃうとちょっとこう意味が分かんないっていうのもあるんですけど、あ、これ信号ちょうどいいか、こう曲がろう。
に私が今乗ってるフロンテは目線が低いので余計対向車のライトが眩しく感じるっていうこともあります。後ろから来た人もミラーにライトが当たって眩しかったりとか。ただ私のこのフロンテはオリジナルサイドミラーなんかの車の流用ですけど、曲面レンズなんですよ。凸レンズって言うんですか、平面、鏡面が平面ではないので、そのあんまり直接光が眩しいっていうことはないですね。あと私ルームミラーってほとんど見ない癖があるので、眩しい時は全然違う方向に向けてたりとかしますから、そういう意味ではあんまり影響がないかもしれませんね。あとそうそう、バックするときにライトを消さない人もいますけど、私はバックするときにライトは消します。周りの人から見て前に進んでるのか後ろに下がってるのかもう分かんないですからね。今バックしてます。来ました、今日の目的地に着きましたのでちょっと行ってまいります。それでは失礼します。無事に戻ってきましたので、今日の動画はこれで終わろうと思います。それでは失礼いたします。